世界エイズデイは世界規模でのエイズ蔓延の防止、エイズ患者や HIV 感染者に対する差別、偏見の解消を目的とし、1988年に世界保健機関により定められた国際記念日である。毎年12月1日が世界エイズデイとされている。ロシアの世界エイズデイ切って世界エイズデイに先立ってホワイトハウスの北側玄関に掲げられた レッドリボン2015年世界エイズでの啓発キャンペーンの一環として、ブエノスアイレスのオベリスクに60ナメートルの巨大コンドームが仇された。シンボルはレッドリボン。これは感染者、患者への連帯を表す。世界中で様々なイベントが行われ、今も、なお世界中でエイズで苦しんでいる人に向けてメッセージを送り、啓発活動を通じてエイズまん延防止と 患者、感染者に対する差別、偏見の解消を図ることを目的として、キャンペーンを行う。エンパイアステートビルなどの施設では建物を赤色にライトアップする行事も行われている。12月1日前後には、シンポジウムや学会などが開催されている。ありがとうございます。